お前がパン屋やってるってだけで偉そうにしてる気がしたんだな。ちょっと待てよ、言いたいこと言って帰るのか。ああ、受けてみろ面接。仕事見つけた。どんな仕事？パン屋だ。パン屋？ああ、おはようございます。5分遅刻だ、着替えろ。ああ、残り何分だ？あと1分だ。よし、開けていいぞ。気をつけろ。分かってるよ。気をつけろって言ったろ。なんだそれぐらい。やけどはな、パン屋の勲章だぞ。俺なんか見ろ、ほら、やけどなと。ここも、ここもほら。俺もこことかこことか。そこ自慢するかよ。大丈夫か、うん、マニュアル通りにやれば猿でもできる。よし、そろそろ。お前、猿以下かよ。真っ黒。でこれだけはやめて、これだけは。よし、もう一回だ。はい、片付けたまえ。はい。ていうかさ、おっさんがパン屋になったからって何も和風屋で対抗することないんじゃないの？私は自分の人生を模索してるだけよ。しかしおっさん意外と続いてるよな、パン屋。さっちゃんと毎日会えるからでしょ。父親だって名乗れないのに。いいのよ、会えれば。そういう作業は得意らしいな。刑務所で9年間単純作業ばかりだったからな。ごちそうさま。あ、またピーマン残す。だって嫌いなんだもん。俺はナスが嫌いだったな。大きくなったら食べられるようになるよ。じゃあ今はいい？他のはちゃんと食べたか？じゃあいいよ。やったー。もう甘いんだから。かなちゃんだって好き嫌いあったでしょ。私はないよ。毎晩パンだけで足りんのか。帰ってからまた晩飯食べるから。食いすぎだ。はーい。あー、いちごだ。うわー、うまそうだな。でしょ、美味しそうだったから買ってきちゃった。うん、おじさんも呼ぼうよ。おじさんほら従業員だから、うちの方には来ないね。じゃあ持ってってあげていい？うん。ねえ、お、さっちゃん。はい、いちご。お、ありがとう。ごめんね、お父さんがおじさんのこと2階に呼んじゃダメだって。いいんだ。その代わり、こないだのお礼に一番大きいのあげるね。お礼？逆上がり。よっ、やった、できた。じゃあね。ありがとうや。
ナイスイチゴ。あ、おかえり。ねえ、おじさんもイチゴ食べる？え？うん、しょうがねえから分けてやるよ。安物だな。じゃあ食べなくていいよ。